どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今私がいるのはバウス湘南台の建設地近くにございます高倉遠藤線でございます。今回ご紹介するのはですね、ブランズシティ湘南台でございます。バウス湘南台に関しては湘南台駅徒歩4分、そして今回ご紹介するブランズシティ湘南台に関しては湘南台駅徒歩8分という形になります。途中この引地川を渡る形になります。湘南台駅自体はですね、高台なんですけども、まあ、ここは川があるのでこの周辺だけですね、どうしてもハザードマップ上で色はついてしまいます。で、建設地はギリ被らなそうではあるんですけども、まあ、目の前の土地までハザードのマップ上で色がついてるって形にはなります。この辺ですね、まあ、湘南台駅全体的に高台立地なんですけども、勾配は少ない方です。ただ完全フラットな道に慣れてる人だとその緩やかな勾配でも気になるとは思います。緩やかな勾配は大エリアです。すんごい坂は駅周辺にはないですけども、緩やかな勾配は至るところにあります。さあ、まもなく建設地到着でございますが、まあ、歩くと分かりますけども、まあ、駅距離バウスに比べると単純計算で2倍なんですけども、2倍以上に遠く感じるかなとは思います。まあ、この高倉遠藤線経由したっていうのもありますけども、これ実際歩いてみると、あ、やっぱバウス近いよねって感じると思います。さあ、現着でございます。で、今回ですね、こちらの南側高倉遠藤線側にですね、土地形状が伸びておりますので、こういった形でですね、南向き多く取れております。ここちょっと一部歯抜けになってしまっておりますけども、全体的に土地形状は綺麗ですね。東西に長いので南向き多く取れてます。全戸ではないですが、多くの住戸が南向きです。ただその南向きがこの高倉遠藤線に面するという形になります。まあ、これを眺望が将来的にも変わりにくいっていうプラスに取るか、ちょっとわちゃわちゃしてて嫌だなって取るかですね。で、先述べたように駅からの動線としては他物件に比べるとかなり厳しいものはあるんですけども、今回価格だけではなくてこの後ろ側ですね、まずここ大きいです。設置率約 70% で全部平置きです。全て平置きになってます。ここは強みになりますね。それだけではなくてですね、まあ、規模感も生かして共用部の作り込みは、これはもう今供給中の湘南台新築マンションと比べて別格と言っていいんじゃないかなと思います。こちらの風除室から入ってですね、中エントランスホール2層吹き抜けになるんですが、その入った先がこれですよ。すごいですよね。で、この風除室とホールの上側2階の部分にですね、パーティールームだったりキッズルームだったりブックラウンジという共用施設も設けられます。で、外観デザインに関してもですね、まあ、全体的にシンプルではあるんですけども、隔て板はですねスラブトゥースラブにしてくれてますし、この辺もタイル張りにしてくれるみたいですね。で、先ほどの2層吹き抜けのエントランスホールと2階部分のですね共用施設なんですけども、土地形状をですね生かしたものとなります。これ高倉遠藤線のグラウンドレベルとですね北側のグラウンドレベルが異なります。なので平置きの駐車場は実質2階表示になるかなと思います。そこはモデルで確認いたしますが、1階という感じではないです。この裏手がですねグラウンドレベルが上がっております。こちらもともとはですね京葉デイツやカラオケ店がございました。それゆえ結構広い敷地になっております。この先の藤沢北 PS は超えないんですけども、ただまあやっぱちょっと駅距離は感じますかね。ただ駅距離ある分駅地下のマンションにはないような共用部っていうところでカバーしております。それではですね物件概要いきたいと思います。売り主は東急不動産、相鉄不動産、日鉄工和不動産の JV です。施工は大成建設です。で、販売開始前ですが予定価格は出ております。3700万円台から6200万円台、予定の最多価格は4900万円台となります。
占有面積は 58.35 平米から 80.49 平米、総戸数は180戸となります。地上11階建て、地下1階建て。小田急電鉄江ノ島線、相模鉄道泉野線、横浜市営地下鉄ブルーラインの湘南台駅徒歩8分。でどっちがいい悪いっていうのはさておいてなんですけども、ここアドレスはですね、湘南台ではなくて遠行となります。駅周辺の物件、そして今供給中の新築マンションがですね、どこも湘南台アドレスなので、まあ、そこ気にする方もゼロではないかなとは思います。2022年の7月下旬竣工を予定しております。西側にやってまいりました。こちら側も接道しております。この周辺ですね、2035年度の完成を目指して土地価格整理事業が行われております。なので周辺の道ですね、より綺麗になっていくと思われます。こちらおそらく平置駐車場への動線じゃないかなと思いますけども、背中側にかなりゆとりがあります。眺望面ですね、恵まれる住戸も多いですね。最高面も抜群でございます。北側も接道しております。一部南側のところは歯抜けになってますが、南、東、北、西すべて接道をしております。まあこれは竣工するとかなり目立ちますね。で日常の買い物としては、まあ、バスもそうですけども、やっぱ駅周辺に固まってますので、まあ、特にこっちはより駅から離れますので、バスよりもちょい不便ですね。ただまあ駅周辺行けばですね、もう選択肢豊富でございますし、ユーコープ湘南台店はここから徒歩5分となります。なのでまあ全体的に不便ってわけではないですね、そのバウスと比べてっていうところになります。ただウィークポイント、まあ、これバウスもそうなんですけど、バウスよりもよりっていうところで、津学校睦愛小で徒歩19分です。大人の足で徒歩19分です。で中学校は睦愛中になりまして徒歩21分で、こちらも遠いです。こちらもモデルルームですね、後ほど訪問をいたしますが、あくまでファーストインプレッションでございますけども、駐車場を優先する方こちらいいんじゃないですかね。逆に駐車場必要ないよって人、私バウスの方がいいと思うんですけど、まあ、ちょっとそこのマンションの規模感とかのですね好み分かれるでしょうし、おそらくこっちの方がちょっと安いんだと思うので、最終的には当然総合点判断になるんですけども、ファーストインプレッションとしては私このブランズシティいいですね。それは駐車場を魅力に感じるからってとこですね。逆に、駐車場を取らないんだったらバウスの方が絶対便利だと思うんですけどもね。まあもちろんそこは価値観次第ではございますが、この後モデルルーム行きまして設備仕様質感等ですね確認していきたいと思います。東京湾岸や海浜幕張と同じくですね、こちらも連結バスが走っております。ツインライナーですね。慶応大学方面ですね、向かう路線で使われております。まあ、ここは駅から離れますけども、ユーコーパルのこれは非常に強みになりますね。そして駅方向ですね、向かいたいと思います。途中コンビニございます。今回はですね、この高倉沿道線を途中でですね右に折れるルートで行きます。でこの辺あるあるですけども、まあ当然航空機の音問題は付き合っていく形にはなります。ファミリーマートのところをですね右に折れます。これが敷地川でございます。ここの緑道が気持ちいいですよね。これ気持ちいいですよね。あーなんか急に癒されますね。いいですね。こっちを経由してもですね駅まで遠回りっていう感じにはならないです。いやめちゃくちゃ心地いい。いやーいいっすねー。いや急になんか世界変わりますよねー。いや私こういうの大好きです。あーいい音しますねー。こちらのルートもですね必ず歩かれることをお勧めいたします。急に駅からの道のり全然いいじゃんってなると思います。まああっちの高い沿道線も交通量を気にしなければ歩道はあるんですけどもね、まあ、バス通りにもなってますし、なかなかわちゃわちゃしてますからね。ここはもう世界が変わりますよ。いやー癒されます。場面一旦変わりまして、ユーコープですけども、ブランズシティの方これ非常に大きいですね。朝9時から21時まで営業しております。
さあ、場面戻りまして、駅方向を歩いていきます。こちらの敷地川ですね、越えまして。あとは一直線という形になります。こちらややですね、上り坂となります。まあ、このようなこういった細かいですね、勾配があるエリアです。で、この緩やかなですね、坂を上り切りますと、もう駅が見えてまいります。最初ですね、分かりやすくバウスの近くからご紹介いたしましたが、実際ブランズ市に住む方はですね、こちらの城南信用金庫のところをまっすぐ行って川経由で行くか、もしくはこの城南信用金庫のところですね、右に曲がって田倉沿道線に出るかという方が多いかと思います。なのでバウスの目の前を通るっていうのはあんまりないかと思います。なので高倉沿道線歩くですね、距離は結構短くすることはできます。川沿い行けばですね、あの交通量の多い通りはそこまで気にならないかと思いますが、まあ、物件自体は面しておりますので必ず歩かなくてはいけないですけども、湘南台駅ですね、最寄りの出入り口としてはこちら A となります。こちらの A を出ますとですね、すぐウエストプラザがあって、ここにもですね、生鮮食品買えますスーパーマーケット入っております。こちら A の西口の方降りますと、手前から相鉄線、小田急線、横浜市営という形で3路線すべてですね、つながっております。鉄道利便性のご紹介に関してはバウス湘南台の動画をご覧いただければ幸いでございます。ブランズシティ湘南台ですね、まあ、この湘南台駅物件としては駅距離あるな、しかも大通り沿いだなっていうのはあるんですけども、あの素敵な共用部と平置き駐車場ということでカバーするものはありますね。なのであとは生活スタイルで選ぶのがいいんじゃないかなと思います。モデルルームで価格や質感等を確認したらですね、変わるかもしれないですけども、公式ホームページとそして建設地を見たファーストインプレッションとしては、私ならあくまで私なんです、個人的にはですけども、ブランズシティにしますね。その理由は平置き駐車場っていうところでございます。希少ですよね。ただ客観的アドバイスとしては、車持たないんだったらバウスの方がいいんじゃないかなとも思います。それではこの後モデルルームを訪問したいと思います。まずはブランズシティ湘南台の建設周辺動画でございました。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。いつも貴重なお時間本当ありがとうございます。それでは一旦失礼いたします。ありがとうございました。